パリゴリン第6日サッカー女子日本の1ナイジェリア、2024年7月31日母女は、ル競技場、写真、日本、田中は2点目を決め、喜びを爆発させる、ロイター、フィファランク7位の女子サッカー日本代表、なでしこジャパン、Y1 次リーグ最終戦で同36位のナイジェリアと対戦。3対1で勝利し、2大会連続の決勝トーナメント進出を果たした。 引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まるナイジェリア戦で見事勝利を収めた日本。同時刻に行われていたブラジル・スペイン戦は、スペインが2対0で勝利して3連勝を飾った。この結果によって、日本の入っていた1次リーグ C 組は、上位2チームとなったスペイン、勝ち点9、日本、勝ち点6、で決勝トーナメント進出。3位のブラジル、勝ち点3、 は他のグループの結果待ちとなった。日本は決勝トーナメント1回戦、日本時間3日午後10時開始、で B 組1位と対戦することが決定。米国、ドイツ、欧州、ザンビアの B 組は、日本時間1日の深夜2時から1次リーグ最終戦の2試合が行われる。その結果次第で日本対戦相手が確定する。